視線は君に釘付けになった。こっちを見たかもって、では長いをしちゃって、悟られないようにまた気持ちを飲み込んで、僕たちの距離は相変わらずで、あと少しが遠かった。君が好きなんだよ、そのたった一言決めなかった。手紙を書こうか、メールをしようか、何度も迷って文字は空に消えた。綺麗じゃなくても、かっこ悪くても、背伸びをするのは終わりだ。僕が欲しがってる、そのたった一言を君から聞けた時は、死んでもいいやなんて思ってしまうくらい胸が張り裂けそうで、もう抑えきれなくて。君が好きなんだよ、そのたった一言伝えるためだけにさ生まれたのかもねって思ってして、君を呼び出して。